ニコニコハローゆうです。はい、今日はあさって開催の朝日杯シューチュリティステークス G1 のレースが開催されるじゃないですか。それに向けて今回データ分析をしてみたので、今からそのデータ分析結果をお話ししていきたいと思います。で、ゆうの注目馬も2頭出したので、ゆうがどの馬にしたのか気になる方はぜひ最後までご覧ください。はい、では、そのデータ分析結果を話す前に、HH の新作を出しているので、それのご紹介からしたいと思うんですけども、昨日出した新作なんですが、ゆうと童貞さん、ゆうと童貞さんの、HH な6つの音に特化した ASMRSEX です。はい、そのエチエチな6つの音っていうのが、あそこを手で触る時の音とか、激しい気上位ピストンの音とか、あとは、ディープキスの音とか、まあ、他にもいろいろあるんですけど、それらの音を、ASMR がちゃんと拾ってくれて、で目と耳でこう臨場感たっぷりな SEX の作品になってるので、ぜひ今夜抜かずに見てみてください。で、最後童貞さんがあることをしでかしてしまうんですけど、その場面もちゃんと、作品に残してあるので、そこも見逃さず見てもらえたら嬉しいです。はい、本編は下の概要欄に Twitter のリンクが貼ってあるんですけど、そこをクリックすると本編の URL が載ってあるので、そこをチェックして見てみてください。はい、では、朝日杯フューチュリティステークスの、分析に移りたいと思います。はい、で、まずデビュー戦での着順に注目してみたんですけど、過去8年の、このレースでの連対馬16頭中13頭はデビュー戦で1着だったんですよ。で、残る2頭もそれに次ぐ2着っていう風になっていたんで、軸馬はデビュー戦で1着だった馬から選ぶのが得策だと思います。で、また重賞実績にも注目してもらいたいんですけど、過去8年のデータで、はい、過去8年のデータでは、JRA 重賞勝ちの実績があった馬は3着内率 36.4%、高いですよね。そうに対して、その重賞にも、ね、出走したことがなかった馬、今回もいたかな、今回もいるんですけど、なんと5頭もこのレースで、優勝していました。はい、なんで、重賞初出走となった馬も、軽視は禁物と言えそうです。はい、でこれらを踏まえて優の注目馬なんですけども、まず1頭目が12番ダノンタッチダウンです。前走のデイリーハイ2歳ステークスでは惜しくも2着だったんですけど、マークした上がり3ハロンは33秒1、この数字は、出走馬なんか最速の数字だったんですよ。すごいですよね。そう、能力の高さがある馬なので期待したいなって思ってこの馬にしました。はい、で、あともう一頭が、3番オールパルフェ、前走のデイリーハイ2歳ステークスで、今回と同じ阪神外回りのマイル戦を経験しているんですよ。で、そこで1分33秒2の勝ち時計を出していて、昨年のこのレースでドーデュースの勝ちタイムより上回っていたんですよね。そう、なんで、前走に近いパフォーマンスを発揮すれば、今回もいけるんじゃないかなって思います、この馬に関しては。はい、ということで、ユーの買い目はこちらです。じゃじゃん、単勝副勝12番ダノンタッチダウンで、馬連ワイドで、先ほど言った2頭を絡めて、買おうかなっていう感じです。はい、皆さんの予想はいかがでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでくださいね。はい、
今風邪と葛藤中です。絶賛葛藤中、まだね長引いてます。熱はね、だいぶ下がったんですけど、うん、他がね咳とかこの声の枯れ具合とかね、喉の痛みも少しあるんですけど、はい、早く完璧に治して、ね、皆さんに元気な姿をお届けできるようにね頑張ります。はい、じゃあ朝日杯フューチリシティステークス頑張りましょうね。今度こそ当てたいな。うん、はい、じゃあ今日も最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。